県警によりますと去年1年間の刑法犯の認知件数は1万5612件で前の年より1343件9.4%増加しました認知件数は2002年をピークに減少していましたが21年ぶりに増加に転じたということです増加した認知件数のうち8割超えを占めるのが窃盗犯で県警の担当者は 新型コロナによる外出自粛が緩和し人の動きが増え無施錠の自転車などが被害に遭う犯罪が増えたなどと分析しています。